はいどうもこんにちは、フィギュア大好きトイカンです。はい、今回も前回に引き続きの新作フィギュアチェックになります。で、今回ねエロいのが多いですまあね、行きましょうか。まずはグッスマさんから、冴えないヒロインの育て方より加藤めぐみファンタジア文庫大感謝祭2017バージョン。はい、ようやっとマックスやらアニプレイやらのめぐみフィギュアが届いたところなのですが、またまた来ました。で、今回はファンタジア文庫大感謝祭で美咲先生が書き下ろしたイラストからの立体化。これね、等身大のアクリルパネルとかもね出てましたよね。ちょっとなんだろう、アルタのランジェリーのやつともねちょっと似てますよね。画像ではこれ股間を隠してるんだけど、かなり際どそうです。こちらスケールは1/7で、販売価格が税込みの 13,500円。安い安いね、ちょっとびっくりした。まあでもグッスマさんがこれまでに出してるめぐみフィギュアも結構安いんだよね。いやー、素晴らしいです。グッスマさん、どうもありがとうございます。で、これとアニプレのメイドのやつで、めぐみフィギュアも、まあ、だいたい落ち着くのかな。とりあえず、今後他に何か出るって情報はないよね、今のところ。まあ、なんかこれで、最下のもう一区切りついたかなって感じでしょうか。まあ、他にはね、ミチルとか、詩羽先輩のフィギュアもあるんだけど、やっぱね、最下のつったらやっぱ加藤だよね。うん。で、こちら発売は、再来年の6月の予定です。ははは、長えー。まあ加藤のことをね忘れずに待ちましょう。そして次がウィングさんから、走行悪鬼村正食材編から三星村正がフィギュア化です。僕ね、悪鬼村正はやったことないんですけど、フィギュアはいろいろと出てますよね。だいたいその中でもこの村正が多いのかな。ちなみにこれ18歳以上推奨となっているのですが、どうもねスカートが外れて大人のおパンティが堪能できるようです。これはファンにはたまらんですね。まあ買うでしょう白いおパンツがこれたまんないっすね。しかも大胆なレースになっててやばいです。大人パンツです。で、スケールが 1/7 で、販売価格が税込みの 17,600円。これもまあ安い方ですよね。発売は来年の6月の予定。これは楽しみです。で、こちらは角川から宮藤よしかワールドウィッチーズミュージックフェスタ2019バージョン。こんなフェスがあったんですね。宮藤がアイドルとは、いやー、すくみずではない宮藤もなんか新鮮ですね。だってこれ、あれですよ。スカートの中を覗くと白いズボン履いてますからね、ズボン。え、これはズボンでしょう。は？パンツ？まあ、どっちでもいいや。で、宮藤も出たから他の子も出そうですかね。まあ、個人的にはペルイヌさんを出してほしいな。で、こちら、スケールは 1/7 で、販売価格が税込みの 17,051円。なぜか端数です。で、発売は来年の8月の予定です。で、バニーでおなじみフリングさんからは、インフィニットストラトスのシノノの放棄生足バージョン。例の生足バージョンですね。なんかね、他のメンバーもみんな生足で出すみたい。IS の。でも、今更 IS って売れるんですかね？今なんかやってるんですかね？ゲームとか。もうだいぶ忘れ去られた存在な気もするのですが、でも僕昔ね、シャルのバニーフィギュア、あれね、買おうと思ったことあるんですよ。結局ね、買わなかったんですけれども、唯一かな、もう買おうと思ったフィギュアかな、フリングさんの中で。でも僕は生よりも網タイツ履いてる方が好きかな。うん。こちらスケールが 1/4 で、でかいです。で、販売価格が税込みの 25,300円。まあ、これは 1/4 価格ですね。高いのか安いのかよくわからない。発売は来年の6月の予定です。で、同じくフリングさんから、イラストレーターサイトンさんのケリーバニーバージョン。これね、かなりエロいです。もう、あれ、ずらしちゃってて、あそこの穴を指で押さえているっていうね。これもアダルトでしょ。さっきの村正よりも、こっちの方がやばいだろうって感じなんですけど。これやばいね。でもこれ欲しいね。うん。僕ね、サイトムさん好きなんですよ。ただね、ちょっとお高いのよ、これ。スクエールが 1/4 で、販売価格が税込みの 29,700 円。まあ、1/4 だからね、高いよね。
発売は来年の8月の予定です。チキショー欲しいなこれ。そしてすいません、ちょっとこれね変わり種なんですけれども、オーバーウォッチのディーバのメックが出るんだよね。ネンドロイドサイズの。僕ね昔ちょっとやってたんですよ、オーバーウォッチ。 YouTube を始めてもうやらなくなったんですけど、それまでは結構やってました。でディーバをねよく使ってたんですけど、確かこれね外国のメーカーでももっとリアルなやつを出してたんだけど、それがねめっちゃ高かったのよ。それが今回ネンドロイドサイズでお安いのでちょっとね悩むんだよな。ちなみにお値段が税込みの 16,000円。ネンドロイドは別ね、このメックだけ。でもこれネンドロイドディーバも乗っけられるのでちょっと欲しいんですよね。うん、まあでもネンドロイドと合わせると2万か。あーちょっと考えよう。こちらは来年7月の発売予定です。そして買ったのに開けずにフィギュアを積んでいるおじさんは誰でしょう。そう、私です。でフェネックスの魔女のたびたびのイレイナです。前日秋葉で撮影したやつをアップしたら結構反応が良かったので、まあみんな見てるんですね。てかイレイナ好きが多いですよね。ちょっと驚きました。でもなんかだんだんあのアニメもコミカル系になってきてますよね。ふみふみと。でこちらスケールは7分の1で、販売価格が税込みの 18,480円。ただこれね一般販売されてるみたいなので、 Amazon とかでも買えるようです。割引価格で。リンク貼っておきますので、ふみふみされたい方はチェックしてみてください。発売は来年の5月の予定です。そしてブロッコリーさんからは、ついにネプギアまで出ました。ネプギアの寝起きバージョン。これで4女神以外がついに出ましたね。こうなるとユニとかあとロムラムも出そうですよね。でなぜか寝起きということで、前の方がはだけてるというか、おっぴろげてます。ギリ B 地区が見えない感じ。いやーこれはたまらんですね。でスライムが下から覗いていると羨ましい。スケールは8分の1でちょっと小さい。販売価格が税込みの 16,940円。発売は来年の7月の予定です。で最後にエモントイズから、嫌な顔されながらおパンツ見せてもらいたいのアイドルのユイナ、こちらも予約開始です。デコマスはだいぶ前から発表されていたんですが、ようやく予約開始となりました。結構このイヤパンシリーズフィギュア出してますよね。でアニメを見た人ならご存知だと思うのですが、この子はねアンスコを脱ぐんですよ。脱いでそこからパンツが見えるというシチュエーションがいいんですよね。このド変態が。まあそこら辺も忠実に再現されてるようなので、興味のある方はいかがでしょうか。スケールが7分の1で、今ね Amazon で 13,000 円くらいです。お安いです。まあフェチな方推奨です。もしねお母さんに見られたら、これアイドルのフィギュアだよと言ってごまかしましょう。まあ嘘ではないですからね。ということで今回は以上となります。ご紹介したフィギュアの予約先リンクは下の説明欄に貼ってありますので、興味のある方はそちらからチェックしてみてください。まあ今回はエロいのばっかりですけどね、基本美少女フィギュアはみんなエロいから。ではではまた次もフィギュアレビューでお会いしましょう。またねー。